日常から引き離され人間とさえ扱われない日々にあなたは耐えられますか。2019年2月福岡県太宰府市。いらっしゃいませ。威勢よく声を上げるスーツ姿の男性たち。きらびやかに彩られた店内では多くの女性がお酒をたしなみながらお目当ての男性と会話を楽しんでいます。いつもと変わらないホストクラブのワンシーン。その空気が一変したのはとある女性客が来店した時のこと。何なんだこの女。ホストたちが怪訝そうに視線を向けるその先には太宰府の女帝と名高い女山本美雪の姿が。ホストクラブからすれば毎日のように店に入り浸り大金を落としていく乗客でした。しかしホストたちが注目していたのは山本ではなく彼女が連れていたもう一人の女性。その女性が前を通るたびホストたちは鼻を押さえ顔をしかめていました。なぜならその女性は山本の命令でもう何ヶ月も入浴していなかったから。入浴すら許されずホストクラブで晒し物にされる女性。彼女が味わうことになった壮絶な洗脳の日々とは。女性を苦しめた恥ずかしめの数々はこの後の悲劇の序章にしか過ぎなかったんです。おそす、オッペンハイマーっていう映画見に行きたいな。ケンちゃんです。最近坊主になろうと思ってます。ヤミコです。いいじゃん。いいでしょう。もう髪への執着やるよ。やるよ。俺がアリカあるから。断髪式、え、マジでやりたい。今やる。今やっちゃう。え、本当にあり。いいよちょっとごめん、予想外返事来て俺も困ってる本日ご紹介するのは太宰府ホスト漬け殺人と呼ばれる非常に残酷な事件なんです。この事件はですね、毎日毎日ホストクラブに連れ回された女性が最後には亡くなってしまうという非常に痛ましい事件なんです。毎日寝ないで叫びたりとかさ、うん、そうやってもう無理な生活強いられてたってこと。いやもうね、これもうそれよりひどいですよこれ。果たして女性に課された地獄の試練とは一体どのようなものだったんでしょうか。不穏な関係。2019年2月、舞台は福岡県太宰府市。いらっしゃいませ。威勢よく出迎えたホストたちに笑顔で応じ、席に着いたその女は山本美雪。派手な服装と金髪が印象的な彼女は太宰府の女帝の異名を持つホストクラブ界隈ではよく知られた存在。羽振りのいい、いわゆる太客でした。一方でこの日、山本と共に店を訪れたのは A さん。店内の華やかな雰囲気に不安げな表情を見せる彼女は服装も地味で、山本とは不釣り合いに思えました。二人が行動を共にしているのA さんの兄が山本と学生時代からの知り合いだったため、社会に出てからも A さんの兄と交流を続けていた山本はいつしかその妹の A さんを夜の街へ連れ出すようになったんです。シャンパンいただきました。山本のオーダーに巻き起こるホストたちのコール。高価なシャンパンを片手に豪遊するのも山本のテーブルではもはやおなじみの光景でした。一方、陽気なその場の雰囲気とは裏腹に表情を曇らせる A さん。その理由は閉店時間が訪れたタイミングで明らかになります。お会計こちらになります。山本に近寄ると伝票を差し出した店の黒服。山本はその金額にちらりと目をやったかと思うと A さんの方へ伝票を放り投げました。数十万円を超える額の伝票に唖然とする A さん。そう、羽振りのいい太客として知られていた山本の会計はいつも全額 A さん持ちだったんです。え、もうホストクラブのイメージってさ、なんかもうツケがどんどん溜まっていってすっごくなんかお金かかるみたいなイメージなんだけど大丈夫なのこの子。まあ、おっしゃる通りですね、うん、A さんは決してお金持ちではなく一般家庭の主婦だったんです。そんな A さんはホストで豪遊するお金を一体どこから工面していたんでしょうか。ごめんなさい、急にお金が必要になっちゃって、その30万ほど貸してもらえないかな。姉ちゃん、あんた親戚中にお金借りて回ってるって評判良くないよ。とりあえずうちは貸せないから他当たってよ。そう言うと電話を切ってしまった親戚にガクリと肩を落とす A さん。その隣では山本が彼女の動向をじっと見張っていました。 A さんはその視線に気がつくと慌ててまた別の親戚に電話をかけ始めるんです。そう、山本はホストクラブの料金を支払わせるため A さんに親戚中から借金をするように命じていました。数ヶ月もお金の無心を続けるうち A さんは両親や親戚から嫌われ完全に孤立。一方で山本は A さんの夫のことも恐喝。あんたの嫁が金払えないってよ、さっさと金を出しな。 A さんの夫は山本の電話を録音し警察にも相談したといいますが、警察は3時間の録音音声を5分ほど聞くと淡々とこう言い放ったといいます。ご家庭内の問題ですし、聞く限りそれほど差し迫った状態でもないように思います。また後日改めて刑事課にご相談ください。こ
ういうさ、もう警察がまともに取り合わなかったケースってね、なんか大体悪い方向に行く話しか聞かなくない？まあ、警察がね全部に対処できないっていうのも分かるんですけど、まあ、そしてさらに気になるのは A さんはなぜ逃げもせずに山本の命令に従っていたのか。実は彼女は山本にある弱みを握られていたんです。女帝の正体。2008年、それはまだ A さんが27歳だった頃。ねえ、あんたの兄貴がさ、金払わずに逃げちゃったのよ。家族なら払う責任あると思わない？その日、山本は暴力団団員の知人を引き連れ A さんの元を訪れました。そう、2人の関係は A さんの兄の借金を彼女に返させるために始まったんです。もしお前が借金を払えなかったらどうなるか分かってんだろうな。山本が連れてきた暴力団組員に威圧され、その場で借金を払う約束をしてしまう A さん。彼女は交通事故の示談金が必要になったと嘘をつき、母親から400万円を借りて山本に差し出しました。そして実は A さんがこの要求に応じたこと自体が大きな間違いだったんです。なぜなら A さんの兄の借金は山本がでっち上げた偽の借金だったから。何それ？じゃあ A さんはさ、ありもしない借金を払わされたってそういうことなの？そうなんです。偽の借金をねでっち上げるというのはこの山本の常套手段だったんです。信じらんない。A さんの兄と山本は学生時代の同級生で、 A さんの兄は彼女に好意を抱いていました。学年でも有名なワルで、自分の父親はヤクザだと言って回る山本は A さんの兄にとって憧れの存在だったんです。そして大人になって2人が再会した頃、山本は暴力団組員の知人を利用し偽の借金を吹っかける詐欺師になっていました。しかもその暴力団組員も実は偽物、元暴力団組員のトラック運転手を連れてきて現役の組員かのように装わせているだけでした。そうとは知らない A さん、山本に言われるままありもしない借金の保証人を引き受けてしまいます。彼は山本の紹介を受け広島の造船所に住み込み勤務。給料の全てを山本に振り込み、気づけば4000万円もの額を彼女に差し出していました。そうやって A さんの兄から金銭を巻き上げながら、山本はまだ満足せず、ついには妹の A さんの元へやってきたんです。そして A さんから金銭をむしり取る日々が9年続いた後、山本は彼女にこう切り出しました。夜の遊びを教えてあげる。これが A さんにとって本当の地獄僕の始まりでした。ここから A さんはホストクラブ連れ回されて、さらに借金がかさんでいっちゃうわけでしょ。信じらんないわよ。まあその A さんはですね、お兄さんが本当に借金をしてるって信じちゃってるのと、あと山本のねバックに暴力団がいるってのも信じちゃってるんで、逆らうにも逆らえなかったんです。そしてこの A さんの地獄はただ借金まみれにさせられるだけでは終わらなかったんです。壊された女性。山本が A さんをホストクラブに連れ出すようになって4ヶ月が経った2019年6月。おかしい、 A はどこへ行ってしまったんだ。 A さんの夫が出張から帰ると、自宅にいたのは2人の子供だけ。夫は A さんのスマホに何度も電話をかけましたが、一向に繋がる気配がありません。まさかまたあの女に。 A さんの夫の嫌な予感は正しく、 A さんは山本とその恋人岸翼のアパートで監禁されていました。ここから3ヶ月、 A さんは家族との連絡を一切禁じられ、山本の完全な支配に置かれるんです。そして迎えた2019年9月、その日 A さんはいつものように山本とホストクラブを訪れていました。ただ以前と違っていたのは、山本のテーブルに着いたホストたちが皆怪訝な表情で A さんを見ていること。なぜなら A さんは見る影もなく太り、凄まじい体臭を放っていたから。ほら A、 彼に抱きつきなさいよ。うわくっせーって。山本に命じられると、ホストが顔をしかめて嫌がるのも構わず勢いよく抱きつく A さん。彼女は毎日食パン一袋とカップ焼きそばの大盛りを食べ続ける生活を命じられ、3ヶ月入浴も禁止させられていました。さらに口紅でアイシャドウを引くという意味不明なメイクをさせられた上で、ホストクラブで晒し者にされていたんです。とやばすぎ。何も完全におもちゃみたいに扱われちゃってんじゃないのよ。まあ、A さんもですね、もう命令通りに、まあ、ホストにこう抱きついてね、嫌な顔一つせずそんな行為をねしていたんですけど、これ実はですね、逃げ出すことができない状況に立たされた人が陥る心理と言われているんです。というわけで本日のメトラキーワード、サレンダー心理について。サレンダー心理とは、アメリカの精神科医ジュリス・ハーマンが提唱した理論。ひどい虐待を受けた時などに相手から逃げようとはせず、望み通りの行動をして好かれようとする心理のことを言います。逃げ出すこともできない虐待にさらされると、人は防衛手段として虐待してくる相手のことを正しいと理想化することがあります。相手が悪いのではなく、いじめられている自分が変わらなければならないと考え、とにかく相手に好かれる行動を取ろうとするんです。さらに山本は A さんを晒し者にしていただけではありません。抑えといてね、話しちゃダメよ。
よ。ホストたちに A さんを押さえつけるように指示を出した山本。次の瞬間、彼女はその手に持った割り箸を A さんの腕に突き刺しました。悲鳴を上げる A さんを楽しそうに嘲笑う山本。アパートに帰った後も A さんは木刀で散々に殴られたり、ナイフで足を突き刺されたり、タバコを押し付けられたり、山本とその恋人岸から絶え間ない暴行にさらされました。このようにして行き着くところまで行き着いてしまった虐待の末、 A さんは自身が失禁していることにも気がつかなくなるほどボロボロの状態となっていました。もう A はどうにもならんよ。起こしに行ったらすごいいびきかいて寝てて、臭いと思ったらうんこ漏らしておねしょしてるし、バカ女、呆れた。限界を迎えた A さんを前に恋人の騎士にそんな LINE を送った山本。このまま放っておけば結末は分かりきっていたように思えますが、2019年10月20日午前3時、山本は行きつけのバーのマスターを連れ、慌てた様子で店先の駐車場へやってきた。止まっていた車から姿を現したのは山本の恋人騎士。本当に息してないんすよ。見ます？騎士は何でもないことのような軽い口調でそう言ったが、後部座席には確かに A さんの遺体が乗せられていた。どうすんのよ。救急車は絶対ダメ。警察も絶対ダメ。おいおい、冗談じゃないぞ。なんで人が死んでるのにこいつら通報すらしようとしないんだ。その場に居合わせたバーのマスターは二人の異様なやり取りにあっけに取られるばかり。彼は巻き込まれたくないと思ったが、山本に助けてと懇願され、無理やり車に押し込まれてしまう。 A さんの隣に座ったマスターはあざで真っ黒になった彼女の体に血の気の引く感覚を覚えていた。そして山本はこれから自分たちがどのように振る舞うか車内で口裏合わせを始める。私たちは A が死んだことに気がつかなかった。いつの間にか死んでたことにするなよ。今は下手に反論すると危ねえかもしれない。それなら。マスターは車内の会話をしっかりと録音していた。その日の午前6時過ぎ、口裏合わせを終えた山本らはネットカフェの駐車場から119番通報。搬送先の病院で A さんの死亡が確認されます。死因は度重なる暴行による外傷性ショック。ちなみに山本と岸は病院の待合室でもまだこんな会話を交わしていたといいます。くそ、まだ金も返してもらってないのに、保険もかけてなかったのにな。と信じらんない。もう人間を金儲けの道具のようにさ、もうそれとしか思ってないじゃない、この人たち。まあ、本当にね、人を不幸にすることでしか生きてこなかった人間たちの末路っていう感じなんですけれども、もうこうなっちゃったら本当に人としても終わりだなってこう思っちゃいますよね。実のところ山本と岸にとって今回のような事件は初めてではありません。 A さんの事件の3年前、岸は自身の妻と山本と3人で暮らしていたことがあります。その際岸の妻は結婚2週間後に不審死しているんです。そもそも岸の妻は A さんと同じく山本がホストクラブで晒し者にしていた女性。山本は彼女が衰弱してきた頃合いを見計らって岸と席を入れさせ、保険金を手に入れようとした疑いがあるんです。このように立件こそされてはいないものの、 A さんだけではなく多くの人の不幸の上に成り立っていた山本の豪遊の日々。 A さんは亡くなる2日前、山本に偽の借金を背負わされた兄と電話をして話していますが、その際兄はこう口にしたといいます。山本さんの言うことをちゃんと聞くんだぞ。その一言は被害者から逃げる一切も奪ってしまうこの女の恐ろしさを如実に物語っていました。 A さんの死を事故に見せかけるつもりだった山本と岸ですが、 A さんの状態やバーのマスターが会話を録音していたことなどから言い逃れはできず、2021年12月18日、2人は過失致死、監禁、恐喝などで有罪に。山本には懲役22年、恋人の岸には懲役15年の刑がそれぞれ下されました。判決の際も山本はうすら笑いを浮かべながら共犯の岸に視線を送っていたといいます。これから刑に服すとは思えないその態度はまるでこの先の自身の運命を悟っていたかのよう。そう、山本は2022年11月、福岡の女子収容施設で新型コロナウイルスを患い獄中死。もう十分に贅沢を堪能したとでも言うかのように、あっけなくその生涯を終えるんです。何の落ち度もなく地獄の苦しみにさらされた人々を思うと、彼女が刑を全うする前に亡くなったことが不公平に思えてなりません。